んちゃんみこすけです。スターモンジャ続きプレイしていきます。コンティニューですよ。でね、なんか考えたんですが、3匹育てていくんですが、ひとまずね、1匹だけは自分で指示を出して育ててみようかなと考えました。それでね、どう育て方に違いができるかとか、強さに差が出てくるか気になるしね、いい自分で育てた方がうまくいくのか、お任せしたの方がうまくいくのかわからないしね。で、てつくんみーしゃちゃんが同じ種類だから、てつくんを自分で育ててみようかな。よし、前回散々だったからな。最後トレーニングをさせる、お任せ終了。はい、格付けはやるってのか、頑張れよ。はい、任せてください。じゃあトレーニングさせるって言ってたね。ちょっと待って、一回他の小屋に行って今の状況を教えてもらおう。前回休憩したよね。強化トレーニングをするね。オッケー。あ、違うよ。攻撃力、素早さ、前回で、性格が何より大事だということが分かったので、性格なのかな、モンスターファームで言えば夏気度みたいなのがあって、しばらく育てることによってなんか指示を聞くようになるっていう効果があるから、しつけの必要があるかは知らないけど。はい、わかった。いい判断だよ。ありがとう、褒めてくれた。あのね、君たちもんじゃは人に可愛がられているばかりじゃいけないよ。そのお礼としてトレーニングをきちんとやってはバトルで勝てるようにしような。そうすればトレーナーも喜んでくれると思うが、持ちつ持たれつでいこうよ。しつけってそういう感じ。成功よ、礼儀正しい子になるよ。しつけってそうやってやるの。言葉しっかり通じるんだな、もんじゃ。オッケー。こちらは強化トレーニングにします。なんかお任せしてるとさ、お金かかることばっかやってる気がするんだよね。自分のお金ためにやってんじゃないのかっていうくらい、トレーニングと強化トレーニングしかやってないよ。よし、今日もてつくんを育てるぞ。お、岩系になったね。変わっていくんだな、やっぱり。今週はどうする？チークメニュー、どうするとしか言われないな。まだ性格悪いから、もうちょっとしつけてみようかな。いい判断だよ。あのね、君たちもんじゃは、はい、似てる？成功。よし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 。毎日毎日それだと嫌になるだろうから、次は他のことをしようかな。いいぞ、礼儀正しくしていこう。強化トレーニング、ほら、お金かかることしかしないもん、この人たち。攻撃力とかはね、上がりまくってるんだろうけどね。はーい、お願いします。あ、良いでしょう。次の週に行きます。いつの大会を目指せばいいんだろうな。というか寿命が分かんないからね。今アダルツではあるけど、寿命何年？ 2 年ぐらいあるのかな。でも子供から大人までがすごく早いからね。よし、てつくん、まだ凶暴だな。あ、でも今日はトレーニングか、お休みか。トレーニング、うん、トレーニングで私に任せておけば大丈夫。ありがとう、お願い。おし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 、いいぞ、問題ない。トレーニングは成功した。体力が少し上がったよ。いよいよ明日はお休みかな。一応見よう。もよもよは今週お休みをするね。
雷になってる、いつの間にか。バンク別の子や。はい、そうか、雷になったら雷のところに移動させてもいいかもね。ミーシャお休みにします。はい、ちょっと別の小屋のパンプを雷のところにしてみようか。うん、連れて帰ります。一回あんまり無理しないでね。また遊びにおいでね。ありがとう。で、一回あれを食べさせて、ドルインクを食べさせて、ハムハムハム、あ、美味しいの。よかったよかった。もんちゃんの性格が少し素直になりました。よし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 、あげまくれるの。え、あげまくれるんだ。あ、いやね、もやもやくんがアイテムを嫌がっちゃいました。あ、え、わぁ、嫌がったんなら使わなくて、なくさなくていいじゃん。特殊ってなんだ。あ、入れ替えトレードカップルレイト。うん、じゃあ、あ、ここで、ヴィーナスに行ってみます。ヴィーナスが雷のとこだったよね、確か。うん、はい、強そうなもんじゃですこと。この星も気に入ってくれたみたいですし、よし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 、はい、お願いします。高いのよ、早く賞金手に入れないのとまずいのよ。あ、無理はしない方がいいと思うわ。わかった、じゃあお休みにして。はい、お願いします。疲れが取れたみたいだわ。よかったよかった。じゃあお任せにしてみよう。なんかやっぱ自分で育てた方がいい気がしてきたなぁ。あ、下っ端だ。でも下っ端特別か。ちょっとカレンダー見てみよう。うん、来週の下っ端バトル、来月行ってみる？ 11 月かな。11月の下っ端バトルのバトルに行ってみようかな。それまでは育成だ。性格が良くなったはずなのに意地悪な顔してた。あれだるそうだ。オッケー、休ませます。はい、休ませりゃいいんだな。はい、疲れがだいぶ取れたよ。まあ、ちょっと体力的に辛いところはあるけどね。てつくん全然、はい、体力全然強さ的には上がってないはずだからな。お休みの、あれ？先週も休みしたよ。まあいいけど。先週もお休みしたのにな。え？ミーシャは強化トレーニングにします。はい。次行こう。丸もや安売りだ。丸もやは技のやつとか売ってるよね。まあお金ちょっと厳しいから、かな、普通に。でも基本的にやっぱ購入じゃなくて、購入か、うん、アイテム買いたいときはセールのタイミングで買うのが良さそうだな。アルモヤのセールするってことが分かったし、今週はどうするか、ちょっと見てみよう。ステータス、攻撃、防御、体力値、健康、HP、うん、技とか持ってないのよね。うん、丈夫に育つ子だから、強化トレーニングやってみるか。お願い、どうだ。あ、もんじゃがどっかに行ったよ。え、実はさ、今週はもうできないよ。実はさ、強化トレーニングするよって言ってるけどさ、結果聞かせてもらってないんだよね。実は失敗してるんじゃない？不安だな。やっぱ自分で育てるべきか、これは。性格が悪いもんな、みんな。はい、もよもよちゃん。
ーニングとかサボってるんじゃない実はみんな。トレーニングは多分できると思うな。一日目もできたし。よし、てつくん、今日は足つけかな。はい、聞いてる？成功。よし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 。どっか行ったりしなかったしね。オッケー。まだ凶暴ではあるんだよな。凶暴と素直さはまた違うのかな、性格。言うことを聞くかどうかと凶暴ってちょっと違う気もするんだよね。お休みにします。はい、次の週行きましょう。マイナー特別。いやー、わからんな。わからんな。数値的に見えないからさ、どのくらい上がってるかっていうのがわかんないからな。ちょっとしばらくしつけよう。まずはね、攻撃できなかったら強くても始まんないから。よしよしよし、始まんないからね。まあいっか。うん、他のところはもう好きなようにやってくれてるし。下っ端バトル開催するけど、まあ11月かな。せっかく変わらないな変わらないな。はい、ひたすらつけていこう。まだ最初だからね。はい、礼儀正しい子になるよ。よし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 。これはまあもう最初から初めからでやり直さないといけなくなる可能性あるよ。お金がない。まずは下っ端バトルに勝てるようになりたいな。ちょっとは言うこと聞くようになったかな。トレーニングしてみよう。お願い。強化トレーニングはまずはしばらくやらなくていいかな。あ、体力が少し上がったよ。 OK。 よし、付けによってあそこのランまで変わるのかどうかが気になるな。性格が変わってきたぞ。なんかサボり魔になってるんじゃない？凶暴というより凶暴ではなく。特訓に、お、特訓を始めたか。なるほど。お、雷属性も C になったね。わがままになってる。あ、うん、まあ性格的に見た目と性格はわがままの方が合ってるような気もするけどね。実はだるそう。わかった。あ、ごめん。まあ、上がってないよな。特別トレーニングができるようになったのか。おやすみ。はい。凶暴のさらに上が、あの顔なのかな。ちょっとちょっと。休みにします。はい、性格の変化も学んでいかないとね。うん、ただ強さがな。今週は特訓してたよね、あっち。まずは強化トレーニングできるようにならないと始まんないな。強化トレーニングしてみよう一回。どうだ。お、よし、頑張った頑張った。いいぞ。なかなか根性あるよこの子。成功よ。体力がたくさん上がったよ。やるじゃないの。出た。この人好きになってきた褒めてくれる。
よし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 、タッパ特別開催です。まだ育てます。まあ頑張ったからな、一回休ませてもいいよこの子は。うん、疲れが溜まってるみたい。うん、お休み。なるほど、疲れが溜まってるみたいって言われたらだいぶ取れたよ。いよいよって感じか。じゃあだるそうな時はしつけぐらいしてもいいかもね。変化が起こったみたいだな。え、早っ。あ、大バジリンになった。大バジリンに進化したよ。あれ、アダルツの上ってあるんだったっけ。そっか、やった。あれ、え、どういうこと。あ、あれ、てつくん子供の頃は一番成長が遅かったはずなのに。やった、大バジリン。あ、図鑑見ないとね。自分で育てたる方が成長が早かったりするのかな。今日はどうするって言ったね。つけよう。うん、ちゃんと効いてるっぽい。持ちつ持たれつでいこう。どうなんだろう。ちし、体力上がってるね。こりゃタンクだな。隊列変えないとね。防御力も上げたいな。ここでずっと育ててたらどうしても体力が上がるから、結構場所取り替え取り替えでいくゲームなのかもしれないね。今のところずっとここでやってるけど、それかアースならそこら辺は安心よね。よし、図鑑見てみよう。大バジリンになったぞ。うん、これは普通のバジリンだもんね。大バジリンは、はい、体力が自慢のでっかいバジリン。あ、体力育てると大バジリンになるのか。こいつのベロ攻撃は見た目はふざけているがかなり強力だ。あー、そういう能力による進化もあるのね。おっと、これは楽しいぞ。いよいよ楽しくなってきたぞ。オッケーオッケー。あ、まあ育成はもういっか。まあパンプでも見ていこう。もよもよでも見に行こう。じゃあ違うように育つんだろうな。はい、楽しい。これは楽しいぞ。お、チタップバトル開催だ。今なら行ってもいいかもね。あ、違うよ。来週って言ったけど、この週もあるんだな。なら、やってみようか。エディットで一回、リーダーを、最初チーム、てつくん、うん、もよもよ、にしゃ、うん。はい。リーダーを前に出せるからね。こうしよっか。こう、こうと、ちょっとピンチな時は、こうやって、いえ。一応下げるバージョンも作っとくか。はい。はこれ、はい、フォーメーション2が真ん中で、フォーメーション3が後ろに下げる。はい、 OK です。うん、最初操作は持ってません。え、操作って1回でなくなるの。嘘だ。エディットしたらなくなるのかな。まあでも必須ではなさそうだったからね、あれ。ひとまずは操作使わずに行こっか。お金かかるし。よし、バトル行こう。下っ端リーグだ。一戦だけでも勝ってみたいな。
でも下手にやられまくってもなんか病気とかなっちゃいそうだから怖いけどね。参加します。最初でいきます。全部で3回戦頑張るぞ。失礼。はい、コウジ君、改めましてよろしくね。頑張れ。あ、もよもよいけ。やだよ。あ、防御した。オッケー、防御ならまだいい。いなくならなければオッケー。通常やだ。オッケー、痛い。あー、そっか、ダイガジリンの鉄くんは遅いのよね。オッケー、よし、イエー。あ、避けられた。よし、やだって言ってる。オッケー、正常、オッケー、やば、お、強い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 、やった。あ、そうやって後ろに下げることできるんだ、やられそうになったら。オッケー、正常の、え、防御してるの、後ろ攻撃していいかな、あんまり食らわせられないとかあるかな。なんで、なんで後ろばっか攻撃するの。オッケーだ、よし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 、はい、いけ。うっ、あ、攻撃力が足りない。あ、3回4回、なるほど、素早さ上げまくったらそうなるのか。あ、じゃ、なんかいろいろ学んできたよ。やばいかもしれんな。あ、うそー。あ、よし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 、オッケー、一回この怖さ下げた方がいいか。いける。やだ、嘘だよ。あ、いやーやだやだやだ、あー、救助の方法、救助ってどうやるんだ、救助ってどうやるんだろう。もやもやは、まあ、寝技持ってないし、先にこっち倒せばいいのかな、手前にいるし、あ、こ、よしよし、やっぱ防御力の差があるんだな。いいぞ。あー、最後避けられたけど、やだ、よしよしよし、いけ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 、やだ、嘘だ、やめてやめて、怖怖怖怖怖、やばい。あ、よしよしよし、帰ってきた。ヒヤヒヤさせる。オッケー、よし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 、いけ、いいぞいいぞ。あ、あと一発、あ、いかないか。よかった、逃げなくて。いけいけいけ、やだ。あ、逃げなくてよかった。痛い、やっぱまだ性格ダメなんだろうな、あの凶暴のままじゃ。いけ、倒してくれ、よし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 、いい戦いだぞ。ただあー遅いのよね、移動行動が。オッケー、よしよし、ガブ。あ、致命的、いいぞ。早いな、敵の攻撃。なあ、ダメだー、こりゃ。あ、なんだ、ついてるじゃん。確かに。逃げなかった。やだ、よし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 。やだ、あー、よけて、あまあ、前回よりは、うん。ね、まあ、前回よりは奮闘したよ。頑張った。いいぞ。正確だな。で、ちょっと、もよもよが、うん。もよもよが、早いけど攻撃力が低すぎるのかな。場所を変えてみようか。いや、でも、属性のこと考えるとやっぱ同じとこに置いて、まあ、結果的には、攻撃回数が多かったからいいのかな。今日は全員休みでしょう。前回より勝ちは見えたよ。え、休ませなくていいの？今週どうするでいいの？じゃあしつけする。うん、よしよし、聞いてくれてる。オッケー、しばらくしつけしてみて、あの性格がどうなるか確認だな。
しよしよし、てつくん、あれパップ、もよもよが普通の性格になってた。眠そうにしてるけど、ちょっとずつし、いやでもしつけしてくれてる様子はないんだよな。あ、でもその星自体にそうなる性格っていうのがあるもんね。明日パパトルだ、勝ちたいな、そろそろ。うん、体力ばっか上げてるもんな。で、今週は、トレーニングをします。くんもやってみたいね。あ、よしよしよし、大丈夫、いいぞ。体力が少し上がったよ。体力上げてばっかりでもね、結構後ろも狙われるっていうことが分かったからな、さっきので。くんはタンクです、完全に。あ、だるそう、だるそうぐらいならしつけしていいんじゃない。うん、そうやっていこうか。トレーニング、しつけ、だるそうにしてたらしつけでいこうかな。特別トレーニングもしたいけどね。当てそうだったな。お、スピードになったね。よし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 、予約が逃げたらたまんないからな。今日はどうする、トレーニング。特訓やってみる、隕石の、あ、そういう感じなのね。そっか、怖いね、まだね。トレーニングしよっか、強化トレーニング行こう。頑張れ、行け。あ、あ、あれ、なにこれ。あ、もんちゃんがサボった、なんてこった、こら。いや、やっぱ性格良くないな、まだ。はい、恥ずかしい。お、え、なんであの二人順調に性格良くなってきている。私が育てている鉄くんは全然性格が良くならない。体もうちょっと動かした方がいいの。舐められてない？またもんじゃがサボったよ。え？え？なんだと？なんだと？あ、もんじゃに変化が起こったみたいです。何ですか？バジリンガーになった。やったー。バジリンガーに進化しました。攻撃力のやつになったな、表示が。さっきまでは星マークだったのに。あ、もう28分になってる。終わらなきゃね。やっぱり私の育成じゃダメなようだ。楽しいね。まあ、見た目はだいたい一緒だけど、ちょっとずつ変わるのね。アビリティ、雷もついてる。バジリンガーは、バジリンが雷と水の力を得て生まれ変わった。もう雑魚ではなく、実力はトップクラスだ。あ、もうトップクラスなんだ。お、これは勝てるんじゃないか？次。よし、これはちょっと兆しが見えてきましたが、てつくんはどうなんでしょうね。気になるところですが、今回はこれで終わりにします。ご視聴いただきありがとうございました。